坂です。トモです。じんちゃんです。お願いします。さあ、今日なんですけども、こちら小部屋なんですが、はい、新しい試み、はい、新企画の始動でございます。はい、それはズバリ、うん、やったことないことをやってみよう。やったー、やってみよう。そうなんですよ。まあ、これね、まあもちろんメインでもいいのではっていうお声があるかもしれないんですけども、うん、はい、正直、おのおのあると思うねん。やったことないけどやってみたい。あるよ。それって、うん、なんて言うんだろう、つまんないこともあるかもしれなかったりとか。そうそうそうですよね。そうそう、うん、なんかいろいろ試したいなと思って。この派手じゃないことみたいなね。そうそうそう、うん、で小部屋ってちょうどええやんか。確かに。なんか、うん、実験って言ったらちょっと失礼かもしれないですけども、うん、なんかちょっとそういうのをコンテンツにして今後やっていきたいなと思って。素晴らしい。そう、やっていきたいなと思ってるんです、うん、やったことないことをやってみよう、うん、第1弾、はい、記念すべき第1回目が、はい、順院長です。ありがとうございます。すごいよ、ね、1回目。これね、もちろん内容してるんですけど、はい、ぶっちゃけこれメインでもええかもって思ってるぐらい、うんうんうん、まあ第1回にふさわしいんじゃないかな。ふさわしいですよね。これはちょっと思ってるんですけど、ズバリよろしいですか。ありがとうございます。3日間断食断食。そうなんです、うん、そうなの、はい、なんか順からちょっとやってみたいと、ね、っていうのもね、なんか結構コメント欄でもちょこちょこ来てるんですけど、はい、なんかチーム開催会って大食い企画多いやん。いや、そうなんだよね。ね、うん、で、ジュンって結構食べるやん。食べるの大好きですから。プライベートでも結構食べるんですよ。食べる食べる。確かに、太ってるんですよ。うん、そうそうそう。カジサックに入ってからも、はい、ぶっちゃけな。ぶっちゃけちょっと太ってますね。そうそうそう。うん、で、ああいうコメントも見てる中で、ジュンもちょっと気になってきたよね。うん、はい、うん。そうなんです。で、やってみたかった。やってみたかったです。昔からそれは。いや、なんかその興味はあったんですけど、うん、その挑戦できなかったというか。わかるわかる、はい、俺らもさ、ダイエット企画やったけどさ、うん、そう、あれ動画なしやったらできてないもんな。できてないと思う。動画のためにっていう意味でできたもん。でかいでかい、それは、うん、そういうことやな。そうですそうです、うん、まさに。マジでやんの。マジでやります。結構辛いよな。3日だもんね。丸3日でしょ。丸3日です。そうなんですよ、うん、でやりたいって言うから、じゃあそれいいんじゃない、はい、実際俺らもちょっと痩せてほしかったりするし。そうそうそう。あと俺もいろいろ知ってるねん、聞いたことあるし、はいはい、で好きで調べたり見たりすんねんけど、うん、断食ってめっちゃ体にいいらしいのよ、うん、あー、うん、そうですね。そうやな、もう調べてんな、はい、私も調べまして、なんかこう毒素が全部出てるみたいな。デトックスだ。そうそうそう、そういう効果もあるから、うん、決して変な無茶な企画ではなくて、うん、体にいいことを、はい、やったりするっていうところでね、はい、ただちょっとまあみんなでそれを会議してたんですけど、うん、まあ、これは順院長が面白くて、はいはい、ちょっといいっすかと、はい、俺喋っていい？もちろんです。家で、うん、自宅でこの企画やった場合、うん、僕ご飯食べてしまうかもしれないっていうことを言い出して、うん、ちょっと待って順、それは断食じゃないよみたいなこと。普通の生活だからね、はい、ご飯は絶対あかんよ、うん、はい、そりゃそうですよね、うん、みたいな。ハイボールっていいんすか。いや、ジュン、ジュン、おい、ジュン待て、おい、ジュン待て、おう、ハイボールもダメだよ、ダメなんだよね、そうか、みたいなことを言ってね、うん、で家にはもちろん奥様もいらっしゃる、はい、その中で、そうそうそう、やっぱり家だと、うん、なんか手出しちゃうかもしれないみたいな。ちょっとやっぱ誘惑が多いかもしれないですね。まあそうだなっていうのを言ってて、じゃあどうするって言うたら、うんうん、事務所でやらせてください。そうなんですね、はい、事務所でこの3日間寝泊まりしたいって言って、うん、はい、うん、その甘えを消すっていう意味で、甘えを消す感じで。そうやな、はい、だからこれ、うん、よしのどう、大丈夫、うん、大丈夫です。大丈夫大丈夫、はい、オッケーもらったから、はい、うん、ありがとうございます、まあ、とはいえ事務所って言ったかって吉富の部屋があって、まあそうですね、純こっちで生活するみたいな、うん、はい、吉富ほとんどいい部屋おるでしょ、はい、そう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 、で寝泊まりするだけやし、はいはい、昼はいないでしょ。昼いないです。っていうかあれなんだよね、ほとんど撮影入ってるんだよね、うん、そうなのよ。でも入ってた方がいいよ、はい、撮影、うん、確かに気が紛れるかもしれないです。まあまあまあね、そんな時間辛いでしょ、だって。そうあ、なんかでも人によるらしいで、あ、人によってその12時間24時間ぐらいからもう楽になるっていう人もいれば、うん、なるほど、48時間経ってもきつい人もいるし、あー、そうなんだ、本当に人によるらしい。どっち？わからない。未知の世界だから。やったことないことだ。やったこと楽しみやな。ちょっと常に食べてる感じありますから。そうそうそう。本当に超える人だったらいいね。そうなんです。そのモード入れる人だったらいいね。とあ、だから吉野マジでちょっとチラチラ見といて。何か食べない。まあ、まあ、そうだね。あの冷蔵庫に入れたらあかんで。あ。
そうか、うん、うん、なんか無遊病みたいなのあるやん。俺もそれめちゃくちゃ面白いよ。それ取っといて。無意識で冷蔵庫開け出したらそれは見たいよ俺は。でも格闘家の方で水抜きってあるでしょ、試合前に攻撃に痩せなきゃいけない、うん、あの期間で実際あるらしいから、無意識で、無意識で記憶ないけど食べちゃってるっていう。いやもう全然あるって。で食ってる途中で気づくみたいなことですか。はって全部気づいてない。全部もう朝起きたら体重を測ったら体重が増えてるっていう。なんで俺増えてる、なんでって。マジ、そう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 、マジであんの。すごいね。すごいっすね。そうそうそう、だそういう意味では、うん、吉富がいるといいわ。そうそうそう、まあな、はい、でも部屋別やから、はい、うん、まあ、最悪吉富はさ、純、うん、が食った形跡はあると思うから、はい、もし無遊病みたいなのを、うん、それ取っといて、はい、まあね、うん、そうです、ね、それだってしょうがないもん。しょうがないです、ね、まあ、無意識だったらしょうがないわな、はい、まあでもやりたいんだもんね。やりたいです。頑張って、うん、まあ、頑張ってほしい。これで健康になるんだったら、うん、そうですよね、最高ですから。最高最高。そうなんですよね、本当に、うん、なんかこれ、まあ、体重がみたいな話ではありますけども、うん、そもそも断食って、うん、ダイエットのためではないじゃないですか、うんうんうん、ああそうか、はい、デトックスだったりして、うん、痩せるための体作りだったり、うん、するためのものであって、うん、結果多分純の体型だと体重はすごく落ちるとは思うんですけど、うんうん、あくまで健康的にそうだ、ね、っていうことなんでね、これ一番大事だもんな。そうそうそう、だから別に検証ではないもんね、うんうんうん、何キロ痩せるか企画ではない。そうです、チャレンジ企画ではないですからね。まあちょっと楽しみやそうですね、やっぱ体がこうやから。そうそうそう、3日間この人が断食したらどれぐらい痩せるかはさすがに興味はある。あるある。だから、うん、この後実際リアルに体重計乗ります。まあそうですね、体重が出て、はい、で3日後に測定もしようかなと思います、うん、はい、楽しみ。でもいきなりドーンって飛ばすのもちょっとそっけないから、うん、途中途中ちょっと1日目、うん、2日目3日目ぐらいの、うん、状況っていうか見たい、うん、知りたい知りたい知りたい、ね、気持ちを知りたい、うんうん、どんな状況か。そうだね、うん、12時間とか普通やん、うん、まあまあそうですね、うん、そんな飯食わないあるもん。12時間は24時間後ぐらいちゃうの一発目、うん、いや確かにね。でももうちょっと手前で苦しいってなってたら、うん、吉富さんカメラ回してくださいって。いやそうねそこはちょっとリアル欲しいわ、はい、リアルが欲しい、リアルが欲しい、頼むわ。はい、わかりました、うん、頑張ってください。はい、楽しみ。というわけで、はい、まずはちょっと体重、はい、測っていきたいと思います。はい、本日もせーのオーナーシャス。さあ、というわけで、はい、今から体重測っていきたいんですけど、はい、上半身今裸になってるわけでございますけど、はい、しかしあれはね、はい、なんか綺麗ね。あ、え、あれ、うん、綺麗な体、なんか、はい、綺麗な体ありがとうございます。清潔感、なんか可愛い、うん、なんか可愛い、なんか顔だけなんか悪い。顔だけなんか悪い。何すか、顔だけなんか悪い。白いんだね。そう、確かに。意外と、あ、白って。自白白って。自黒じゃなくて、自白なんですか。自白って。美白意外と自白って。怖っ。なんか、美白って。美って言うの。美白も違うしなって思って。何や自分で美白ってあれや、はい、あ、ここでドーナツ棒食べた。何ですかあれ、ここにゴミあるぞ。あ、ここにあるドーナツ棒食べた。これ誰か、これ誰だ、ギリやってもうた。誰や、誰や、俺や、お前か。いいとこにあったわ。みんなで動画作ってます。すいません、じゃあちょっと聞こうか、はい、音いいね。いいね。さあ、うん、何キロぐらいなのね、うん、確かに今何キロなの。俺も出るの、乗ったら最近乗った。じゃあ行きますよ、うん、じゃあ最近最近一番最後に測ったのは、いや106キロとかあったと思うんですけど。ああ、うん、いつ、うん、ともでも1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらい、うん、じゃあ行っちゃおう。はい、行こう。さあ出ました。あ、はい、出ました。はい、109.2。 あー、109.2 あるね。あるね。ありますね、うん、あるね。109。だから1ヶ月前より3キロぐらい太っちゃってる。うわ、そういうことです。あ、でやっぱりいろいろ話聞いてんだけど、うん、やっぱりカジサクチャンネルでの大食いとかまた別で、うん、やっぱり結構毎日働くようになって、うん、お酒が美味しくなったんだよな。お酒美味しい、うん、結構お酒飲んでるらしいから、はい、うん、本当にこれやっていいかも、うん、マジで、はい、絶対絶対綺麗にね、うん、した方がいいかも、うん、109.2、はい、はい、さあというわけで、うん、今からもう断食スタートですけど、そうですね、果たして3日後純一は何キロになってるか、はいはい、
楽しみですね。楽しみです。まあまあ無理しないように、はい、なんかわかんないけども初めてやる人でなんかめまいが起きたりとかするかもしれない、うんうん、そうなったら無理はせんように、はいはい、確かに確かに、まあそういう意味では吉田に寄ってくれたらありがたいやろうし、うん、安心です、うん、で断食ってね何もかも口にしちゃあかんってことじゃないんですよ、うん、なんかそれなりのこのお水だったりとか、うん、そういうなんて酵素、はい、あ水だったりとか、はいうんね、あとなんかブラックコーヒーも良かったりとか、はい、そういうのをちゃんと調べて、うん、確かに確かにやりますんでね、うん、頑張ってください。よろしくお願いします、応援してます。健康になろう。頑張ります。3日間断食スタートです。さあというわけで、はい、断食生活始まりました。始まりましたね。吉田さんお邪魔します。いいえ、すいません、カメラ回していただいてありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。もう断食始まってどれぐらい経ちますか。経ちますか。どれぐらい経ってますか。もう今3時間ぐらい。3時間。はい、どうなのお腹の調子は。正直減ってきてます。減ってきた。はい、やばいやん。やばいですよ。どうすんの、食べる、なんか食べちゃう。なんか食べちゃわない。あるんですよ。おう、その断食される方でも、うん、こちら用意しました。どん、なに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 、こちらです。おう、はい、もう2つなんですけど、うん、両方とも酵素なんですよね。うん、でこちら酵素プラス乳酸菌というものです、はいはい、いわゆる青汁、うん、でこちらは酵素の、サプリメントみたいな、はいはいはい、やつなんですけども、うん、はい、これはあの断食されてる方のいろいろブログとか拝見させてもらったんですけど、うん、皆さんこそって言うのがその酵素を取り込むことによってこう体が良くなってくるよというふうに書いてあったんで、これは大丈夫みたいな。それは取っていいんですね。OK なんです。はあ、はあはあ、もうご飯代わりですね。なるみたいなんで、僕みたいに今お腹空いてるものは、うん、これをいけるんですよ。なるほど。はい。逆に言えばこれしかいけないんですよ。いやいや。これとお水ととかなんですけど。すごいね。普段こんなの飲まないでしょ。飲まないです。飲んだことないです多分。うん、で、ちょっともうお腹空いてるって言ったじゃないですか。うん、ごめんなさい、用意しちゃってます。じゃん、わかった。めっちゃ緑だ。はい。あ、なんかよく混ぜたんですけど、やっぱこうね、もう酵母がありますよ。うわ、これ水の量合ってるの？合ってます。これ溶けきってなくない？これ溶けきってるんですよ。ずっとやってたんですけど、これずっとこのままでした。めっちゃ濃いんじゃない？これ濃いのかな。ちょっといいですか？飲んじゃう？はい。行こう。すいません、いただきます。うん。ん？どう？正直、うん、味わったことない味です。え、どっちなの？あの、美味しいのかまずいのか。まずくはないんですけど、もう無味、うん、なんかあんまりこう味はしないですね。そうなの？はい、この色なのに、そのびっくりしちゃうんですよ、うん、味はしない、なんか草原みたいな。いや、美味しくはないよね。はい、これがご飯になるわけですね、私の、うん、どう？いけそうなの、それ？むずいっす。まあでもね、はい、飲めるだけいいんじゃない？はい、すごい、いくね。うん、あ、でも、うん、多分飲んでけば、うん、癖になるのかなっていう感じで。はいはい、うん、そうか。美味しい、美味しいに変わってますかね。うん、もうこれしかないですから。もう言い聞かせてるのかもしれない。おーおーおー、もう一気にいったね。いっちゃいました。どうでしたか。うん、まずい。まずいのね。なるほど、でもこれだけが頼りですから。はい、頑張ってください。はい、これからどう過ごすんですか。うん、もう夜も深いんで、うん、深いというかもう夜なんで、夜中だね。はい、で明日ももう撮影なんですよね。うん、なんでちょっともう今日は寝ちゃおうかなと。本当ですか。いや本当ですよ。どっかラーメン屋とか行くんでしょ。ラーメン屋とか行かないでしょよ。なんでこれ飲んでグーっつって一回寝ましたみたいな演技かまして、でテクテクテンっつって、うん、ラーメン屋いたらめちゃくちゃ笑っちゃいますよ。
寝るのね。寝ますもん。寝るのね。はい、はい、はい。やっぱり起きてるとね、うん、そのお腹空いたりとかいろいろ考えちゃうんで。確かに寝た方がいいわ。はい、うん。じゃあおやすみなさいということで。はい。はい。また明日ね。はい。頑張ってください。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。断食が、断食生活始まって約12時間11時間ですか、昨日しっかり眠れました。やっぱり少しこうお腹が、朝起きたら朝ごはん食べる感覚なんで、やっぱお腹はすごい空いてますね。なので今日もこれをこちら用意しました。すみません、ちょっと手持ちカメラなんでブレちゃってるかもしれないですけど、いただきます。うん、うん、まだあんまり慣れない。うん、でもこれがご飯ですからね。はい、ごちそうさまでした。またちょっと何か変化ありましたら、回していきたいと思いますのでよろしくお願いします。残りの時間も頑張っていきたいと思います。どうも、じんちゃんです。お疲れ様です。お疲れ様です。吉見さん、ありがとうございます。いいえ、すいません。断食生活2日目の夜でございます。うん、ありがとうございます。断食を始めてからですね、36時間ぐらい、ちょうど真ん中ね。ちょうど真ん中まで、はいはい、どうですか。ありがとうございます。そうなんですよ、正直、うん、思ったよりお腹減ってないですよ。え、そう、大丈夫なの。なんかそうなんです、自分でも分かんないんですけど、うん、そのお腹減ったとかにはなってないですね今。え、もう食べてるじゃん完全に。食べてないんですよ。何食べた？何食べたじゃないんですよ。うん、じゃなくて、うん、何も食べてないんですけど、うん、本当になんかちょっとこうあんまりお腹空いてない状態というか。え、あれは酵素は？酵素飲んでます。で、なんか今日、うん、夜の8時ぐらいが、うん、すごいピークでというか、うん、お腹ずっと鳴りっぱなしだったりして、うん、でなんかギュギュ鳴ってたんですけど、それも大体1時間ぐらい続いて。うん、ピタッて止まって、うん、またちょっとその後にグーってなってお腹空いて、うん、ピタッと止まるみたいなのがずっと立て続けになったんですよ。うん、で今日その撮影もあったんで、はいはい、酵素を飲んだ時間が、11時ぐらい、夜の11時ぐらいだったんで、うん、その時に飲んで酵素でちょっと落ち着いたというか、なんか分かんないですけど、酵素のおかげなのか分かんないですけど。え、ちょっと待って、だからお腹が空いたら、はい、まあ波が来るけど、はい、ちょっと経つと収まる、はい、でその繰り返しがあって、うん、限界来たら酵素を飲む。そうですね。したら大丈夫になる。なんか大丈夫になる感じが、なんかおまじないじゃないですけど、うん、なんかそれでなんとか保ってんのかなって思ってますね。もう全然心乱れてないってことだ。あ、全然穏やかです。そうだね。はい、いや、もう食べたとしか思えない。食べたとしか思えないじゃないですよ。食べてないんですよ。いや、もっとなんか苦しんでてほしいもん。いや、だから、うん、自分もこんなに食事を開けたことなかったんで、うん、もっとしんどいしんどいっつってなんかもうイライラもするんじゃないかと思ったんですけど、うん、意外といけちゃってるっていう、ちょっと不思議な感じで。え、じゃあもう今断食始めてちょうど半分ぐらいですよ。半分ぐらい、はい、いけちゃいそうなの、このまま。いけちゃいますね。もう頑張りますよ。本当にここまで来たら本当に。本当、はい、明日も撮影はあるんですか。あります。明日の撮影もあるんで、丸1日ですね。あ、じゃあ意外となんか撮影してる間に時間経ってね、いけるんかな、これ。やっぱ忙しいというか、その仕事してる方が気紛れるんじゃないかなと思って。うん、うーん、ですね。はい、もっ
っと苦しんでほしいわ。なんでだよ、やめてくださいよ。そうか、まあでも今日はもう寝るってことです、ね、もう明日も早いんで、はい、寝ようかなと思っております。寝ましょうか。はい、はい、ではおやすみなさい。お疲れ様です。最終日の夜になりました。いや正直、今またぐーっとお腹空いてる状態です。明日終わるんですけども、いやなんか体感ではそのやっぱお腹空いた時ってその極限までギューってなるのかなと思ったんですけど、意外とそこまで行く手前なのか。でもなんかずっとお腹空いてる状態がずっと続いてて、で正直もっと余裕なくなるのかなと思ったんですけども、逆にちょっと普段飲んでたお酒とかも抜けたりとかで、なんか本当に健康な生活してるなっていうイメージが湧きました。ちょっとこちら見てください。でももうおなじみですよ、もう酵素ちょっと飲んでるんですけど、いただきます。うん、やっぱりちょっとこれがもう頼みの綱なんで、もう美味しく感じてます。まあ美味しいです、飲みやすいんですよね、すごく。うん、最初はちょっとこう嫌だなって思いながら飲んでましたけど、もう今はもう、うん、美味しくてですね。で、いろんな方からもアドバイスもらいまして、やっぱりこうたくさん、お水を飲んだ方がいい、水分を取った方がいいということなんで、お水を2リットル以上飲んでるんですよ今。で、こう量も足せてますし、すごいね、体がこう調子いい風に進んでんじゃないかと思っております。でね、その吉富さんがですね、一緒に生活している吉富さんが、今日ちょっとあの他のお仕事でちょっとお部屋の方に戻られてるんですけども、順位と最後ラストスパート頑張ってよってことで差し入れて炭酸もらいました。ありがとうございます。そう、ちょっと飲んじゃってるんですけどね、炭酸水、これ太いやつもらって、で炭酸水も、いいんですよ、ノンカロリーなんで。で炭酸ってこうお腹膨れるじゃないですか。本当にちょうどね、こうお腹が僕すいちゃってた時に、あどうしようと思ったら、順位これどうぞ、あ順位これどうぞっていただいたんですけども、吉野さんありがとうございます。ちょっともうすいません、口つけて飲んじゃいます。すっごい美味しい、すっごい美味しい。本当にもうすぐ、もうすぐというか今日はもう寝て、明日起きたらですね、また撮影があるんですけども、その撮影終わりに、最後体重測って、明日結果が出るんじゃないかと思っております。正直わかんないですね、自分が吉田さんのか。でも本当に何も食べてないんで、痩せててもらわないと困るん。すいません、痩せてもまだ太ってます、すいません。はい、でもちょっとねそういうことなんで、明日、体重を測らせてもらって、それ皆様に、ファスティングとかごめんなさい、皆様に、断食は体にいいんだってこう証明ができるように、頑張っていきたいと思いますので、残り1日頑張ります。お疲れ様でした。3日間、ね、ちょうどなんですよ、はい、72時間、はい、断食どうやってやってみて、まずいや最初はやっぱしんどいかなと思ったんですけど、うん、やっぱこうお腹が空いた時のこうお腹の痛さというか、今までちょっと感じたことないような、ギューってあんねや、ベタなんですけど、お腹と背中がくっつくような、うん、
おえーってなったんですけど、ちょっとほっといたらそれが少し緩和されるぐらいで、でもちろん今もお腹空いてるんですけど、空いてるは空いてるよ。でもあー食べたい食べたいは今のところないです。なるほど。どの何時間目ぐらいからあーなんとかいけそうかもってあったの？と結構まばらなんですけど、あ、その波があるんだ。まばらでしたね。そうか、人によるんやね。2日経ったらもう大丈夫みたいな方も結構ブログとか読んでもあるんですけど、僕の場合は2日経って油断したらお腹空いて、あ、また気張ったらこう大丈夫みたいな。もうこうだったんだね、はい、いやでも正直、うん、ちょっと見た目痩せたっぽくない？そう、うん、なんかね、なんか顎周りがシュッとした感じがするのよ。そうそう、むくみがない感じします、うん、するするする。体調はどうなの？体調、これが体調がめちゃくちゃいいんです。うわー、はい、これはもう一番いいいいね、はい、やっぱそうなんや。だからやっぱり純って結構お酒をね、うん、毎晩晩酌で結構な量飲むらしいんで、うん、それを3日間やめただけでもでかいと思う、うん、違うね。立川どういうことですか？立川急に立川に行きたい居酒屋があるなって思って。あ、なるほどね、はい、あ、じゃああと3日断食噛んだだけです。断食どこ、あーやーじゃない、あーじゃないですよ。もう絶対ちょっともうやっと食べれると思ったの。いやでも本当にお疲れ様だ、はいはい、これねやっぱり簡単じゃないと思う ねしかも準院長ってもともとめちゃくちゃ結構暴飲暴食するタイプでもあるから相当頑張ったと思う、うん、でちょいちょいこの3日間仕事もしてました一緒に、うん、弱音全然早かったもんな。そうそうそう、あの撮影合間で香草ドリンクみたいなのを飲みながら頑張ってるのを見てきたし、はい、うん、何よりも吉富がね、はい、一緒に事務所で生活も夜はしながらっていう、うんうん、何もしてなかったでしょ。してないです。 OK、 本当頑張ってました、うん、ありがとうございます。いや本当にお疲れ様、お疲れ様。さあまあやっぱりこれ気になるのは、うん、何キロ痩せたんかなっていうところは、うん、そこは気になりますよね、はい、ありますから、うん、ちなみに前回、いや3日前ですね、測ったら 109.2 キロ、はい、果たして今、うん、何キロになってるのか、はい、計量しましょうか、はい、さあ、はい、今から運命の計量なんですが、はい、もう見た目がちょっと違う感がする。ちょっとするのよ、横向いて、はい、もうな、なもっとあったよね。あったあった、ポコンとしてた感じだよな、うんうん。ちなみになんですけど、すいません、気になった方いると思うんですけど、純、はい、がちょっとポカやっちゃって、うん、あのズボン変わっちゃってるんですよ、はいはいはい、色がね、うん、ただこれ色変わってるだけで、うん、素材一緒なんで、うん、ほぼ同じです、はい、ごめんなさい、すいません、うん、いきます。行こう。109キロでしたよね、はい、一体何キロ3日間断食で、痩せているのか、はい、まあこれが中心な企画ではないんですけど、はい、でも気になるやん。気になる。それではお願いします。はい、出ました。はい、 104.6。 はい、4.6 キロを痩せてます。 4.6。 おやっぱ痩せるね。おー、うん、ちょ、いや、痩せてるよ、痩せてる、痩せてる。ごめんね。これどうなんやろ、これ視聴者さんどうなんやろ、俺、素直なこと言っていい、はい、もっと痩せてる。僕ももっと痩せてる。5は超えてるかなとか。いや、でもすごいよ。いや、すごいすごい。4.6、3日で 4.6 だから。すごいすごいすごい。な、はい、どうですか。いや、この3日間もご飯食べないことを頑張れたという、うん、その新しい自信がついたんで、確かに、うん、今までそんなことチャレンジもしたことなかったですし、はいはいはい、こういう機会があったからできたんで、うん、嬉しいです、本当に。やったー、素晴らしい。いや、マジでね、夜は吉富と一緒やったかもしれないけど、それ以外結構一緒におったけど、はい、さっきも言いましたけど、うん、本当に、なんか、俺思ったのは、純院長って辛く見えないよね、うん、あ、うん、ありがとうございます、うん、俺もっとなんか、やばいっす、ちょ、今やばいっす、確かにね、なの一回も見せないのな、うん、そうそうそう、大丈夫かって言ったら、お腹空いてますけど大丈夫ですみたいな感じだったから、うん、ありがとうございます、素晴らしい、うん、しかも健康になれてるから、はい、ね、はい、よかったと思いますわ、めっちゃいいやん、うん、ね、でですよ、はい、
お腹空いてるもんね。ペコペコですよ。ね。はい、でもやっぱり今3日間固形物食べてないから、はい、やっぱりそういうのいろいろ調べた結果、いきなりなんか脂っこいもんとか絶対食べちゃダメなんで。絶対ダメ。お水とかはずっと常に水分は取ってるんで、はい、なんかいろいろ調べたらお粥がいいって言うんだよね。はい。めっちゃ食べたいでしょ。めちゃくちゃ食べたいです。お粥用意してるんで、はい、それ最後にちょっと食べるとこ、はい、見たいよね。見たい。はい、食べようか。はい。オッケー。お粥できました。いやー、いいね。はい、お疲れ様。お疲れ様。うわ、嬉しい。めっちゃ汗出てる。でも塩分カットしてると一緒やからね、3日間。あ、そうか。もうね、飲み物も水とコーヒーとお茶ぐらいやもんね。そうです。いっちゃってください。3日ぶりの、72時間ぶりの固形物。はい、すいません、いただきます。じゃあちょっと、この白い部分だけで、いただきます。あ、嬉しい。いや、これはそうやろうな。先生、いただきます。いっちゃって。うまい。うまいよな。めちゃくちゃうまい。うまいよ。うまいよ。絶対うまいよな。ちょっと泣きそう、泣きそうになるんちゃうん、これ。うまい。あ、めちゃくちゃやばい。ほんとに泣いてきた。泣いてない。ちょ、ほんまに泣いてる。ほんまに泣いてるやん。泣いてるわ。え、めっちゃうまい。ほんまに泣いてるやんか。なんで。めちゃめちゃ美味しくて。美味しくて泣いてんの。美味しすぎて。美味しい。美味し泣き。嬉し泣きとかあるけど、美味し泣き。嬉しくて美味しい。嬉しくて美味しくて美味しいの。いや、お前が頑張ったからやって。本当に、なんで普段食べるお粥と全然違う味するんじゃん。はい、あ、めちゃめちゃ美味しい。あれ、これこんな感動するやつやったの。ちょっと感動するわ。めっちゃ泣いてる。よかったな、頑張った。めっちゃ泣いてる。うまい。頑張ったよな。だから、自分からやりたい。やりたい。そうそうそう。確かに。本当すごい。すごい。あなたがやりたかった。あなたがやりたかった。いや、こんなに美味しい。こんなに美味しいんだ。うまい。うまい。すごいじゃん。いつも食べたら当たり前のように食べてる食事もやっぱ感謝なるな。はい。やっぱありがたみとかいろいろね。めちゃ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 美味しい。そんな美味しい。優勝したじゃん。優勝した時の。あーすごい。あー、めちゃめちゃ美味しい。いや、でも感動した。ちょっと確かにこれお前がやりたいってやったことないことやってみるっていう企画で、すごいです。何が感動しますよ、やっぱり感動するんだね。はい、マジで。まあこれ徐々にやからな。うん、これだから今日の夜とか明日とか好きなもん食べたらこれどうなってた。ほんとよ。1キロぐらい痩せてんじゃん。もう涙で。確かに確かに。味は実際どうなん、やっぱりいつも食べてるおかゆと違うの。いや、めちゃくちゃ美味しいです。美味しい。まだあの梅干し削ってもないのに、うん、すごい梅干しのそのもう風味がすごいきますね。うん、あ、くんねや。はい、風味が敏感になってるんだ。うん、なんか甘みとか感じたりせえへんの。甘み甘みはちょっと分かんないですけど。いや、お米の甘みってあるやんか。ああ、確かに確かに。吸い込まれていく。うまい。よかったな。はい、よかったなというか、お疲れ様やな。お疲れ様よ。だこれで本当に定期的にやるやらんはもう自分次第やし、うん、これで体調がほんまに良かったと思ったらまたやってもいいしな。はい、これだけ涙流すぐらい美味しいって感じれるってなかなかないやん。本当ですよ。俺ちょっとやってみたくなってんもん。ああ、断食ね。お粥で泣けんねん。確かに確かに。めちゃくちゃうまくなってますなあ。はい、ほんまにいつもご飯用意してくれてる妻にも感謝やな。いや、本当に。ああ、まあゆっくりしてよ。ちょっと体整えてから、体調整えてから、奥さんと一緒に美味しいご飯食べてくださいよ。はい。なんで
こんなんなるとは思えばびっくりしましたね。最後感動になってるんだ。ジュンのこの体型でやるっていうのもちょっとね、なんか来るものがあるというか、よう頑張りました。お疲れ様でした。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。